どうもミルキーしおです。よろしくお願いします。ミルキーラッキー、はい、ミルキーしおです。よろしくお願いします。やっぱね、今年の冬もね、やっぱ冬って寒いから家こもりがちでね、やっぱ運動不足になって太りやすくなるんですよね、冬ってね。で、今年の冬にですね、ちょっとジョギングしなあかんなので、運動不足やからちょっとね、ジョギングしようかなと思ってね、パッと家出たんですよ。でね、もう1、2分もせんうちにめちゃくちゃね暑くなってきて、ええー、思って。ジョギングってこんな効くんやん。ダイエットめっちゃええやん、思って。1、2分ですよ。ええー、思って。で、それでもう走ってて。ほんで5分ぐらい経ってね、もうめちゃくちゃ暑いんですよ。腰あたりが。え？思って。腰触ったらね、春回路張りっぱなしやったんですよ。いや、何しとんねんっていうね。そら暑いわっていうね。春回路張ってジョギングするかっていうね。ボクサーの減量とかに効くんちゃうかっていうぐらいめちゃくちゃ汗かきました。めちゃくちゃ恥ずかしかったです。めちゃくちゃ恥ずかしかった。もうペリペリペリって剥がしてね。もしかしたらこれもう、めちゃくちゃいいダイエット方法かもしんないです。いや、わかんないですけどね。やけどするかもしんないですよね。はい、というね、情けないことがありました。どうもありがとうございました。